ito tayo sa pagawaan ng Yomeshu. Yomeshu. Yomeshu wa nan desu ka? お酒の中に、薬草とかいっぱい入れてでちょこっと飲んだら食欲増す。なんか薬が入ってそう食欲不振の人にいいの。ここの工場見学、工場見学 OK。 あ、ちょ、ごめん、あっち。トーリストーラン、ティノトールタイヨ、トーリスガイドナーメン。Nakakita na ba kayo sa lago bang? Ako. Sa akin sa lago bang? Ayan, welcome to anak ko. Relations. Yung kambag. Bigo kagad? Bigo kagad? これ引用感うしょ本当でもうしょ一応コメージャンだな経費経費効果どうじゃ効果芍薬芍薬ってこんなのあるあそう、こうか。ハンピ。肉醤油。途中。到着しても途中。ジョージ。暴風。人参。大丈夫。薬もそう。オッケー。これタックからね。あのおじさんが私が。ああ、私たちはこれまでに培った技術や経験を生かし皆様の健康生活をサポートするポジティブエイジングケアカンパニーを目指しています。天竜川を挟み二
2つのアルプスに囲まれた長野県駒ヶ根市。澄んだ空気と清らかな水に恵まれた高原地帯が薬用有名種のふるさとです。中央アルプスの花崗岩が長い時間をかけて磨き抜いてくれた自然からの贈り物。この地の地下150メートルから汲み上げる柔らかな水は私たちの製品作りに欠かせない水です。駒ヶ根は薬用養命酒にとってこれ以上ない環境なのです。養命酒駒ヶ根工場を訪れると四季ごとにさまざまな動植物の姿を楽しむことができます。敷地の7割にわたって広がる森林は人が手を入れることで生態系の豊かさを保っています。この森は人が癒される心地よい里山をコンセプトに養命酒健康の森としてその一部を一般開放しています。こちらは養命酒に配合している14種類すべての生薬でございます。生薬と聞きますとなんだか難しいイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、実はそのほとんどが身近にございます植物の葉っぱや木の根っこ、そして木の皮といったものがほとんどなんです。珍しいところで言いますと養命酒には配合されておりませんが、鹿の角といった動物性の植物、そして水晶といった鉱物性の生薬なんかもございます。これらに乾燥といった加工を施し、お薬の原材料となるものを生薬と言います。もちろん生薬一つ一つにもそれぞれ行動効果がございますが、複数の生薬をいくつか組み合わせることによってお互いの良いところを引き出す生薬の創造で優しいというふうに言われてください。伸びる、本当だ、伸びる、すごい。ちなみにこちらはお中茶、お茶なんかでも伸びるな。バランチーズ、このまま原酒の中へと漬け込まれていくんです。さあ、それではこの生薬と違って漬け込まれていきます原酒、この原酒がどのように作られているのか今度は奥にございます。それでは養命酒こだわりのみりん作りの工程を各工程詳しくご紹介してまいります。それではまずはじめに一番上仕込みのお水からご紹介してまいります。こちらの丸いモニターから映像が流れてまいります。ご注目ください。それではまずは初めに養命酒作りに欠かすことができない仕込みのお水です。養命酒の仕込み水は中央アルプスの清らかな雪解け水です。中央アルプスの花崗岩によって美化された断水を地下150メートルから汲み上げてきます。この自然豊かな駒ヶ根の地に工場が建てられたのもこの良質な水が豊富に得られることが大きな要因の一つともされているんです。ちなみにこちらのお水ナチュラルミネラルウォーター養命水としても販売をしております。極南水と申しまして大変柔らかくまろやかな口当たり、丸い味が特徴的なお水でございます。ご興味ございましたらぜひ売店の方でご覧いただければと思います。それでは続きまして原酒作りを左右してまいります。米麹作りの工程です。米麹もここ駒ヶ根工場で一から作っているんです。
ただ出来上がるまでに2日と少し時間がかかります。それではその2日間の様子、今度はこちらのモニターで少し時間を早めながらご覧いただきます。まずはじめにこちらの機械にうるち米が入ります。ちなみにこちらのうるち米も信州産のものを使用しています。この信州産のうるち米に種麹を振りかけていきます。時間の経過とともにうるち米は麹へと変わっていく様子、お分かりいただけますでしょうか。また季節によって温度、湿度などが異なってまいりますので、徹底した温度管理、そして衛生管理がとても重要となるんです。ちなみにこの麹を作っている麹室では麹菌以外の菌を入れないよう徹底しておりますので、仕込み期間中担当者はたとえ自宅であってもヨーグルトや納豆といった菌を含んでいる食品を食べることができないんです。大変気を使う作業の一つとなっているんです。それでは最後、もち米を蒸す工程をこちらの四角いモニターでご覧いただきます。こちらの2つの大きな釜を使ってもち米を蒸していきます。洗浄されましたもち米はコンベヤーを通りタンクの中へと送られていきます。この量なんと2700キロ、一度におよそ1万8000合ものもち米を炊くことができるんです。4人家族ですとおよそ10年分の量となります。なんだか想像もできない量ですよね。ちなみにこちらのもち米も安心で良質な信州産もち米 100% を使用しています。この輝くもち米がみりんの甘み、そして旨味の元となります。それではここまで仕込みのお水、米麹作りの工程、そして最後にもち米を蒸す工程とご覧いただきましたが、この3つの原料に醸造アルコールを加えていきまして、みりんを仕込んでまいります。それではこの仕込みの様子はこちらの大きなタンクを使ってご紹介いたします。では皆様、今一度こちらのタンクご注目ください。まずはじめに仕込みのお水と醸造アルコールを加えた仕込みアルコールが入ります。続いて米麹が入ります。最後に蒸したもち米が入ります。麹の力によってもち米に含まれておりますでんぷんが糖へと変わっていきます。だんだん糖化が進み、おかゆ状のもろみが出来上がります。このおかゆ状のもろみを上からぎゅーっと絞っていきますと、みりんが出来上がるんです。ちなみにこのみりんなんですが、お料理なんかにも使っていただくことができる花椒本みりんとしても実は販売をしております。特徴としますと、素材の生臭さを消したり、煮物なんかに使ってもらいますと煮崩れしにくくなります。さらにこのみりん、蜂蜜のような味がするといって、そのままペロリと舐めて召し上がる方もいらっしゃるそうです。そのまま飲めてしまうぐらい良質でとても美味しいみりんでございます。こちらのみりん、この2つの大きなタンクを蒸していきます。
sala na sala na Masarap yan. $35,000 pieces. $60 days. Ginagawa. 60 days. 2 months. Dito nilalagyan ng mga label. Dito na yung tapos na. Saan na yung bote? Saan yung bote? May laman, may laman pa yung label. Ito na lang dito. Ito yung repack na, no? Ito yung repack. Label tsaka takip.続いて瓶の洗浄です。
24時間で夜間の業務
演習を続けているわけではないです。基本的には日中の8時間のみの稼働でございます。そしてこのように工場自体は土日祝日も完全にお休みでございます。したがいまして製造ラインの稼働時間は平日の日中のみでございます。平日でございましたら機械はしっかりと動いております。またお時間でよろしければ本部は陽明所が実際に作られている様子ぜひお近くでご覧ください。お待ちしております。それでは以上が大変簡潔ではございましたが陽明所飯塚工場のご紹介でございました。それでは今来た道を折り返し戻っていきたいと思いますので立ったり座ったりで何度も申し訳ございません。どうもありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。メロンパンハミングのお土産、メロンパンギフト、のど飴、キャンディーからさ、ラルムーナン。Bibili kami ng ano ng UNESCO. Gusto ko yun, bibili ako ng gusto kong uminom yun. Punta kami sa shop. Gagawin daw natin titingin ng mga tutubi, butterfly. Ano? Sabi ni Kuya Kati. Ano gagawin? Titingin ng mga tutubi, bubuyog. Dito? Ito, sabi niya. Ngayon? Ang bubuyog. Ana. Toto ba 'yung sabi niya to? Oh, pwede ka dito maupo kayo dalawa dali, isa lang. Yan ba? Upo ka diyan. Ah. Okay. Smiley. Ah, sige. Upo ako diyan, pwede. Picturean mo ako dali sa shop. Halloween kasi. Happy Halloween. Yan pala maraming kabochon. Totoo kaya? Ay, totoo siya kung lago. Totoo yan. Ang lalaki ng ano, kalabasa. This is true. Ah. Ito tayo sa shop. Ayan yung kanina. Yung mga pinaliwanag kanina. Ah, para? Bili ako. Ikura are. Doko. Ikura? Pag yan, 1,004. Ito, 1,007. Yan na lang, maliit mo na. Yan na lang, sobrang laki yun. Ganda ka lang yun. Chocolate hills. Parang chocolate hills sa atin. Yung ganun-ganun. No? Chocolate hills yung dating. Ang dami Ringo. Apple.
Apple Farm. Dito kasi sa Naganoken, sikat na sikat ang mga dito, masarap ang apple. Tamis. Konti lang siya. Bilihan ng omiyage. Souvenir shop. Apple pie. Gusto ko ng apple pie. Anigay ka na. Ay, parang masarap to. Bago. Parang ano, cake. Okay, let's try it. Ako rin tart ni tayo. Ang mga item to ka na yun. Ang oishi so. Maraming dami na sarap dito. Bilhin ko bata pie. Nakabili nga. Doon. Soft cream. Hindi natin binili si Kuya Kati. Hindi ba bumili yun? Upo muna tayo, pili. Ito. Kain kami ng ice cream. Ha? Hindi daw matis yan. Naman na isa. Ha? Naman na isa. Kawawa kasi sa'yo, wala nakalaro. Laruin mo. Kami na. Nagpapamassage pa. Kala mo, senyorito talaga. Kasi po, pinulikot po yung kagabi. Ay, kahapon sa pag-akyat namin ng buntok. Diyos ko po, apat na beses pinulikot siya. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanin, pulikot. Kala namin, tatakbo na. Ano, tatawag tayo ng helicopter, eh, no? Ikalapad pala yung pag tumawag ng helicopter. Ayan po, pinapamasahe namin para hindi pulikatin. Masarap? Masarap. Anong masasabi mo po sa massage? Ito. Ano pong nararamdaman nyo dyan? Masarap ba yan? Umas ka nga dyan. Parang kinikiliti ba yung... Yura nakalagay. Ano kinikilit siya kanin? Yung paa. Pa. Mamaya yung binti naman. Kasi sa binti ka rin pinubikat, diba? Kagabi. Tanda na yata talaga naman. Parang mga, alam mo, parang mga senyalis na yun na ano. Ano na. Dati, nung isang nakaraang linggo, yung Balakang. Senyalis talaga. Senyalis na yata talaga. Oh, stop na. Katumbong. Tigilan mo na yan. Patayin mo na. Utang na loob. Ano? Utang na loob. Eh, arigato. Okonomiyaki. Ano ba tawag dito sa ganitong kanin? Kuri na, nanti oh. Takikomi okowa. Sige. Okowa eh. Okowa. Kaki. Ah, kaki. Chicken, pork, tapos mga gulay. Magnanabi si Ana. Charop! Ano naman ang aming dinner? Sugoy na, chef! 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 Diyan ako, te. Chef! Chef! Ang daming gulay. Tapuri na, ne! Ite mo, sugoy! Tapos papakuluan lang yan eh. Tapos tofu. Tofu. Takoyaki だって
なんだってこれ、なんだってこれは、なんだってお前な、たこ焼き、たこ焼き、お好み焼き、バカお好み焼き、こやぼんが大好き、すごい、di ba kayo bang favorite niya? Sinabi kong laki ane-ane, favorite ni kayo bang. Okay. Mine eh. Alam mo, nilagyan niya yun ng ano, yung mala, yung parang naglalaway. Ano ba yung itong sarap. Ang sarap nitong kanin. Grabe. Tinikman ko na. Sabi niya, tikman mo yung gohan. Tinikman ko. Eh, marami. Sabi niya, sabi ko, tikman mo. Ang dami mo naman pinuha. Sabi niya, eh, kasi naman, hindi yung tikim sa'yo eh. Lamon eh. Ganyan lang karamihan. Ang dami daw. Sabi niya, tatawa ko. Pinatikman din niya sa akin eh. Sabi niya, お酒。はい、お好み焼き。完成。美味しかった。うぼ。Next。これね。カニ生ね。うん？あ、お餅。お餅。お餅ご飯。うん。お餅ご飯で。malagkit na kanin. Ito yung first time namin siya nalilipay na sa kanya. Next! Ah, mo hara ipay na tumuta. Kore ii ne, kore ne. Ii desho? Kore hushi ne. Nani sore? Sasae? Ah, sasae? Kore anata yata. Anata tota dyan kore. Are ne. Ayu de. Ah, siya malagkit. Oishi. Oishi.上手、今話したらこれ、魚がこれが取った。もうね、20歳ぐらいだよ、もう40年以上マグリシャマキシシリ、いつもヒーラッニャの食べないのこれ、いつもいヒーラッニャの pinasabi mo punta tayo doon ito no? So, hanggang dito lang kasi sabi nung kaibigan niya huwag ka mahirap na raw doon ikot baka parang mas mahirap pa yan sa bundok ah. Nahirap din to. Ay, kanse. Ubos. Lusog. Tapuri lahat. Oishi katta. De, tsugi. Tsugi, kore. Woo, nabe. Ohayo mga katom. Day 3. Asa gohan. Woo! Tama, sabi si Haki lang. Wala tayong